ジョパン撮れて、おこもこも撮れて、こも撮れて、うん、僕も昔、何年前ぐらい、10年ぐらい前かな、あの友達の結婚式で、はい、冗談で言うからやってくれるって、やったらやっぱトイレ受けよかったですね、うん、新宮の祝いでやったかな、あの時は。それがどうしてもやってくれるので、で、先に看板外して、はい、ね、カボテリね、やってましたね、またちょっとやろうかと思ってます。はい、まだ入れられない。まだ、頭でキープしていきます。で、ひっくり返して、で、また釜引っ張って、こうして、こっちまた、こうしたらちょっとパッと明るんで、はい、ここ、はい。で、もうちょっともうちょい、皮切るだけで、うん、はい。もうちょい、さっといくんで、うん、こうですね。で、この時はもうこれで、水で洗う。やっぱ水はたくさんいるそうですね。いやー、それがね、もうね、あんなとこって絶対したいと。そうなんです。タオルね、バケツで濡らせるんで、はい、それでも拭く。そうですね。そういうのが一番綺麗と。あらかじめ。とにかくあらかじめ拭いて、はい、お水のない状態でする方が絶対いいと、うん。そうですね。うん、そんなにあら出やんのでね、はい、頭切るときにちょっとこういうつくぐらいで、うん、それかもう頭はこう、何のかな。はじめやったですね、釜外すの、はい。こうやって、こうやって、まあ厚いやりましょうか。あちらのこのやり方だと思うんだけど、はい、分かりました。で、これがまた皮だけ引くんですよ。ちょっと立てて、骨当ててこう硬いんで、ね、はい、皮だけ引いて、今度半分ぐらいまで、ここがこっからだ、この骨当たりやる、はい、こういう感じで、さっきするね、ちょっと見たらもうすぐこう、こうなんかこう、だいたい痛いですよ、骨、はい、うん、で、今度一番奥までだから、まだ硬いと思う。これでもう1回、2回、3回で切れる。あんまりしちゃったら、ガツガツしたら見える、山がおかしくなる。で、ここは、ここが割れやすいんですよ。はい。ここのとこは。ちょっとブーッとなっとるんで、うんうん、ここだけ先切るんですよ、うちは。うん、ここだけこう切って、お尻まで皮切って。で、ここから始まるんですよ。ここから。この皮を切っといたら、パパーッと出てくるんで、中骨が。はいはい。でもこれで終わりですよ。で、キハダとメバチはここから大体この大きさの中が大体5ミリから1センチのとこへ包丁を入れるんですよ。そしたら血合いがこっち、あのおんぶしにつく、うん、その代わりトンボでこれやってしまうとダメなんですよ。トンボの場合は、トンボの場合はもうここら辺、こっち血合いが入り込んでるから、うん、だから面節の身が減っていくことになる、うんうん、長いからこれがね、落ちてて、うん、キハダとあのメバチはこの切り方なんですよ、この幅がね。で、ひっくり返して、ここに骨あるんで、ここ、こう押しておいて、ここで。で、抜き上がって、またひっくり返して、で、ここもこう斜めに、骨の高さに沿っていけば、これでもう、バカンと。うん、あれだ。